本日のテーマはフリーランスの1日ということで、本日はこれから個人レッスンをしていきます。作るのが多いのは請求書だったりとかも、より多くのユーザーさんに広める人を皆さんこんにちは。旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画ではスキルアップをしたい方、フリーランスになりたい方、ビジネスを始められたい方に向けて何かお役に立つような情報をアップしています。いいねと思ったり、参考になったらぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。みきみきウェブスクールに入学していただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。本日のテーマはフリーランスの1日ということで、私が朝起きて何をしているのかっていうのを一日ご紹介していきたいと思います。本日の流れはこちらになります。本日はこれから個人レッスンをしていきます。今日のお客様は遠方の方なので、 Zoom を使ってウェブ上でレッスンをしていきます。今日のレッスンの内容は事前にご希望いただいているんですけれども、今日は多分3回目のレッスンで、メインは集客についてですね。でブログだったりとか Facebook だったりとか、そういった SNS を使った集客であったりとか、自分の書いてる内容の添削であったりとか、どうしてもいいっていうアドバイスをご希望いただいております。と、個人レッスンは Zoom を使っていて、で Zoom の URL をお客様に共有して予約しています。で時間はだいたい2時間です。で、お客様のご都合によって1時間を2回にしたりとかっていうことも可能です。あと2分ですね。で、今日だいたいいただいた内容を私の方で確認して、最初に事前にちょっとこんな風にお話ししようっていうのは枠組みを組んでいます。こんな感じで朝から結構仕事してます。開始、ではスタートします。今、入ってきてもいただくのを待っているところです。もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。あ、聞こえてます。あ、聞こえてます。あ、すみません、聞こえてなかったですかね。あ、いえいえ、とんでもないです。あ、すいません。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これから今日お話ししていく、いただいた4つの内容をもとに、またちょっとそういうのもつなげていければと思います。はい、よろしくお願いします。で、いただいた4つの内容を、今私なりにちょっと考えて、メールの方にお送りしたんですけれども、あのメール開きました。はいはい。で、1番のアメブロ集客とはどのようにしていくかっていうところから、はい、はい、でここからちょっとやっていきたいと思います。はい。で、私なりにちょっとこう、このブログと合わせて何個か、はい、ご提案をさせていただきたいと思って書いたんですけども、はい、まず1つ目が、現状の確認ということで、そしたら大体アクセス数って平均とかって分かりますか？平均が、平均、要はアベレージを計算しないんであれなんですか？はい。毎日アクセスは絶対に見た方がよくて、そうですね。でもし、余力があればちょっと数字を記入したりとか、あ、はいはい、っていうのも、まず、ブログ集客をしたい、その前にまず現状を知って、見られていく、見られることが大前提っていうことですね。あ、ですね。はい。じゃないと多分、例えば1000見られてるサイトと100見られてるサイトであれば、あとは見られていくようにする、なんていう、ちょっとマーケティングっぽい感じになるんですけども、より多くのユーザーさんに広めていったり見てもらうっていうところを今日ちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、はい、でここを目指すために何をやっていくかっていうのを、はい、ちょっと何点かお話ししたくて、で今ってもう動線がここで切れちゃうんですよね。夫婦の道を歩んでいきたいですねって終わってしまうんですけど、はい、お疲れ様でした。2時間の個人レッスン終わりました。いろんな気づきがあったとお客様に言っていただけてとても良かったです。噛んでしまいました。いろんな気づきがあったと言っていただけて良かったです。それでは今からちょっとお昼ご飯を食べて
ちょっと軽くメール返信をした後に、ちょっと午後は気分転換にカフェでお仕事しようかなと思います。でその後夜は、その後夜から私がマネージメントをさせていただいているフィットネスの方の撮影に一緒に行ってきます。カフェに行きました。今日はここでカフェでお仕事しようと思います。サムネイルだったりとか、あとなんか作るのが多いのは請求書だったりとか、あと YouTube のサムネイルとか結構そういうのが多いです。もう結構ゆっくりしていて、最近のお気に入りです。パルノージュが結構開けてるカフェです。野菜が置いてあったり、お米が置いてあったり、結構いろいろ楽しめます。パソコンプラス、外で、外でお仕事するときはパソコンプラス、外付けを持ってくるようにしていて、というのもやっぱパソコンの容量が重くなってしまうとどんどん動きも遅くなってしまうので、データっていうのは外付けにどんどん移動するようにしています。外付けはまだパソコン前のパソコンの時のままなので、ちょっとまだ USB 端子なので、それに合わせてガジェットをつけています。ガジェットつけてます。 USB2 つに SD カードだったりとか、あといろんな端子に、いろんな端子に対応しているので、結構使えます。2000円くらいでした、 Amazon で。ちょっと今から Amazon、 Amazon じゃないよ、サムネイルの修正していきたいと思います。今日はめっちゃ楽しかったです。はい、めっちゃ動いてる熱気が熱気がね、毎回でレッスンは熱気とともに、はい、はい、で、私が今、はい、ジュンさんのマネジメントをさせてもらっていて、こういった形で今日みたいにライブレッスンだったりとか、はい、あとはインスタの撮影だったりとか、はい、あと写真撮影とかをさせてもらっていて、うんうん、今、JS ビューティーオンラインを始めて3ヶ月があって、今一緒にこうやって撮影しています。はもうオンライン上でジュンさんのトレーニングを受けることができて、はい、で立ち会いの時に私は主にホームページを作ったりとか、うん、ウェブですね、あとそのプラットフォームの、例えば Facebook 上で、JS ビューティーオンラインをやるっていうことで、そこの、詳しい設定をしたりとか、あとやっぱり、はい、あとはどういう風にしたら広まっていくかなっていう、ちょっとそういうプロモーション的なところもさせていただきました。全体のブランディングとかも、はい。で、ジュンさんはなんでそういうのを依頼しよう、依頼というか誰か人にそういうマネージメントっていうのをお願いしようと思う。はい、はい、私は一番好きなことは、自分がレッスンをしたりとか、まあ、生徒さん、会員さんとやっぱり直に接して、まあ、コミュニケーションを取ったり、まあ、今パーソナルトレーニングが中心なんですけれども、その時間が一番好きっていうのと、うん、今そのパーソナルトレーニングが1人120分ということで、1日にフルで予約が入ってたりすると、全くその管理だったりとか、ウェブのお仕事だったりとか、そういったプロモーションに関することっていうのを、まあ、物理的にちょっと時間を作れないっていうところもありますし、やっぱり自分の得意分野ではないので、そこは本当にもうみきみきさんにお任せして、もう丸投げっていう感じですね。なので特にすごい細かくお伝えしてもないんですよ。こここうしてこうしてこうしてっていうよりは、もう大体の大きい大枠でこんな感じでお願いしますっていうのだけつけたら、もうすごくセンスがいいので、こんな感じでっていうのをしっかり、なんだろうな、まあ、イメージ以上のものを作ってもらえるので、もうその辺は結構、ね、長くいろんな依頼をリフレットだったりとか、もうウェブ系も結構長いくね、お願いしてるので、もう今回はそのマネジメントだったりとか、このオンラインのことの立ち上げとか、その辺のこう自分がレッスンする以外のところっていうのを、まあ、本当に
裏方舞台はこちらみたいな。なので私は本当にウェブ全体がもう不得意っていうのをもう自覚しているので、もう不得意ながら頑張るよりはもうプロにお任せした方が一番いいと思ってるので、インスタグラムとかもみきみきさんに全部運用だったりとかもお願いをしています。そうで、結局やっぱ得意な人にお願いしていった方がいいというか、うんうん、自分の好きなことにより没頭できるっていうのがあると思います、うんうん、はい。じゃあこれからも一緒に頑張りましょう。はい、はい、本日はマネージメントの一日でした。はい、ありがとうございます。